なぜアフリカは何十年も支援を受けているのに貧困を克服できないのか。その理由の一つに深刻な汚職の問題があります。本来なら教育や医療、インフラの整備に使われるべき国家のお金が一部の権力者のポケットに入り、自分たちの私腹を肥やすために使われてしまう現実。さらに外国からの支援金ですら不正に利用されることがあります。巨額の支援金を横領し、豪邸や海外の資産として蓄えた権力者もいました。なぜアフリカでは汚職が蔓延しているのか。その背景には私たちの想像をはるかに超えた世界の闇が潜んでいます。どうも皆さん、こんにちは。原カンタです。これまでアフリカで活動してきた中で、様々な場所で汚職や腐敗に関する話を見聞きしてきました。前回アップした動画では、私が実際にアフリカで体験したエピソードを交え、アフリカにおける汚職の事例をいくつか紹介しました。今回の動画は後半です。後半ではアフリカにおける汚職の問題についてさらに掘り下げていきます。今回は特に、なぜアフリカでは汚職が蔓延しているのかという問いに焦点を当てて、私なりの考察をお話しします。まずは前回の内容を振り返るために、アフリカの汚職の現状を示すデータに目を通してみましょう。トランスペアレンシーインターナショナルが発表している汚職認識指数というものがあります。汚職認識指数とは、クリーン度を100点満点とし、点数が高いほど汚職が少ないことを表すものです。賄賂、公権力の乱用、縁故主義といった基準に基づき、公的部門の腐敗度を0、極めて腐敗しているから100、極めてクリーンまで指数化しています。2023年度の汚職認識指数によると、アフリカ諸国の多くがスコア30以下になっており、非常に深刻な汚職問題を抱えています。世界180カ国中ワースト1位はソマリアの12点、ワースト2位は南スーダンの13点です。ソマリアや南スーダンでは長引く内戦が汚職の背景にあるとされていますが、汚職度が高いのは内戦国だけではありません。経済規模の大きな国々でも深刻な汚職が問題視されています。例えばナイジェリアは145位、ケニアは126位、エチオピアは96位、南アフリカ共和国は83位にランクインしています。これらの国々には近年日系企業も進出を目指していますが、汚職や腐敗は現地のビジネスにとって大きな障壁になっています。また多くのアフリカ諸国で国家財政が不正利用され、インフラの整備や教育、医療といった基本的な公共サービスが十分に提供されていないのが現状です。汚職はアフリカで続く貧困問題の一つの要因になっていると言えるでしょう。ここからが本題です。なぜアフリカでは汚職が蔓延しているのか。この問題には複数の要因が関係しています。今回はその中から特に重要なポイントをいくつか取り上げて解説していきます。まず最初に注目したいのは歴史的な要因です。1960年代、多くのアフリカ諸国はヨーロッパの植民地支配から独立を果たしました。しかし独立後の国づくりにおいて、植民地時代に引かれた領土の境界線がそのまま引き継がれたケースがほとんどでした。その結果、一つの民族が複数の国に分断されたり、異なる言語や文化を持つ人々が無理やり一つの国民としてまとめられるなど、国内で調和が取りにくい構造を抱えた国が数多く生まれることになりました。少し話がそれますが、ウガンダに滞在している間、私はよくサウナで現地の人たちと交流しています。サウナに通っている人たちは比較的教育レベルが高いことが多く、いろいろな視点から話を聞くことができる貴重な場です。その中で印象に残っているのが、イギリスの大学院で修士号を取得したウガンダ人の男性との会話です。彼は自分の民族が植民地支配の影響でウガンダ、南スーダン、そしてコンゴ民主共和国の3つの国に分断されてしまったと話していました。こういった話を聞くと、歴史が個人や民族にどれほど深い影響を与えているのかを改めて実感します。こうした複雑な状況の中、独立後すぐに多くの国で民族間や地域間の対立が顕在化しました。その結果、政情不安が広がり、一部の国では内戦が勃発する事態に陥ります。また権力をめぐるクーデターも頻発し、政治の混乱がさらに深まっていきました。こうした独立後の混乱を収束させるため、多くの指導者たちは国民を一つにまとめるという名目のもと、強力な中央集権体制を導入しました。その方法の一つが軍政です。軍政とは、軍隊が直接政治を統治する体制で、権力を軍が握ることで治安を維持しようとしました。また一党制も採用されました。これは一
一つの政党だけが政治をコントロールする仕組みで、複数の意見を排除し統一された方針で進めるためのものです。軍政や一党制といった政治体制は一時的には混乱を抑える効果を発揮しましたが、これらが後に汚職や腐敗を生む大きな要因になっていきます。アフリカの多くの国では長い植民地支配の影響で近代国家としての基盤が十分に整っていませんでした。そのため軍政や一党制を導入すると権力は一部の人に集中してしまいます。その結果、国のトップに立つ人たちが自分たちの利益を優先するようになり、国家の財産を自分たちのものとして好き勝手に使うような状況が生まれてしまいました。権力を握った人たちは自分の地位を守るために出身地が同じ人や親しい関係の人を政府や軍の重要なポジションに任命しました。そうした人たちに利権を分け与えることで自分への支持を強固にしていったのです。一方で、このようなやり方に反対する人たちは逮捕されたり暗殺されたりと次々と排除されました。その結果、本来は国民の福祉やインフラの整備に使われるべき国家のお金が一部のエリート層の利益のためだけに使われ、無駄に浪費される状況になったのです。権力集中の流れをさらに強めたのが冷戦時代のアメリカとソ連による援助政策です。当時のアフリカ大陸はアメリカが率いる西側陣営とソ連が率いる東側陣営が争う舞台となっていました。両陣営は自分たちの影響力を広げることを最優先に考え、そのためなら国民の生活を無視する独裁者であっても支援を惜しみませんでした。お金や武器、軍事訓練など様々な形でアフリカを支援し、それが結果的に独裁体制を後押ししてしまったんです。例えばザイール共和国、現在のコンゴ民主共和国のモブツ・セセ・セコ大統領は冷戦時代にアメリカをはじめとする西側諸国から巨額の支援を受けていました。当時のザイールはアフリカに共産主義が広がるのを防ぐ防波堤として位置づけられ、資金や武器が次々と提供されていたのです。しかしこの支援の多くは国民の福祉やインフラの整備には使われませんでした。提供された支援金の多くがモブツ個人の資産となり、彼は推定で50億ドル、現在のレートで約7500億円もの財産を蓄えたと言われています。モブツは世界各地に豪華な別荘を所有しましたが、一方でザイールの経済は崩壊し、国民の多くが極度の貧困に苦しみます。このように冷戦期の海外援助は一部の権力者をさらに強化し、汚職を助長する結果を招いてしまいました。こうした歴史的な背景を経て、多くのアフリカ諸国では汚職が単なる不正行為ではなく、政治や経済の仕組みそのものに組み込まれる形になりました。本来なら国民のために使われるべき援助や資源は効率的に活用されることがなく、権力者たちが自分たちの地元や親しい人たちに分配する仕組みが発達していったんです。その結果、汚職は社会全体で当たり前のこととして認識され、多くの国で根深い問題として慢性的に続いています。この状況が国民の生活や経済発展を妨げる大きな要因となっているんです。ここまでの話でも触れたように、アフリカの汚職問題には縁故主義が深く根付いています。縁故主義とは、仕事や機会が能力ではなく遅延や血縁によって決まるという仕組みです。アフリカのとある国に暮らす友人が話してくれたエピソードがこの実態をよく表しています。彼によると、いい仕事に就くには骨が欠かせないそうです。同じ氏族の出身者が企業や組織にいれば採用される可能性が高くなる一方、そうでない場合は難しいことも多いそうです。実際に彼は現地でも有名な企業に就職しましたが、自分の出身地域を理由に入社してしばらくした後解雇されてしまったそうです。彼はこのように振り返っていました。もし自分が大統領と同じ地域の出身だったら、こんなことにはならなかっただろう。このエピソードは縁故主義がどれほど深刻な問題かを物語っています。念のため補足しておくと、これは友人の体験談を通じてアフリカにおける縁故主義の一例を示したものであり、全ての企業や地域に当てはまるわけではありません。その点はあらかじめご了承ください。とはいえ、このエピソードはアフリカの社会で遅延や血縁がいかに重視されているかをよく示しています。一見すると遅延や血縁に基づく縁故主義は地域や家族の絆を強める役割を果たしているようにも見えるかもしれません。しかし、こうした仕組みには大きな問題があります。それは公平性や
透明性を著しく損ねるという点です。縁故主義は能力や実績ではなく出身地や家族関係によって物事が決まるため汚職が蔓延する一つの原因になっているのです。このような縁故主義は多くのアフリカ諸国に共通して見られる社会の特徴です。縁故主義は英語でネポティズムと言いますが、このネポティズムという単語はいろいろな場所で見聞きしてきましたね。なぜアフリカでは縁故主義が強く見られるのか。単にアフリカの文化や風習に起因するものと考えることもできますが、歴史的な背景としてかつてアフリカで行われていた奴隷貿易が影響を与えている可能性があります。15世紀から19世紀にかけてアフリカ大陸は大規模な奴隷貿易の被害を受けました。この期間に約1200万人ものアフリカ人がアメリカ大陸へ強制的に連れ去られ奴隷として売買されました。奴隷貿易を支えたのはヨーロッパの奴隷商人たちです。彼らは一部の民族や指導者に武器や物資を提供し、他の民族を襲撃させて奴隷を捕まえる奴隷狩りを行わせていました。この構造はアフリカの社会に深刻な分断をもたらしました。一部の民族や地域が奴隷商人から支援を受けて優遇される一方、他の民族や地域は襲撃の対象になり、社会的な不平等が拡大します。この分断はアフリカの多くの地域で自分たちの集団は自分たちで守るという意識を強める要因になったと考えられています。奴隷貿易による社会の不安定化によって、かつて存在していた統治のシステムが崩壊し、自己防衛のために各地で小さな集団が形成されていきます。その一方で大きな共同体や強固な国家の発展は妨げられてしまいました。こうした歴史的背景がアフリカの一部の地域においては、後に遅延や血縁を重視する縁故主義の基盤になった可能性があります。以上の内容は私の考察ですが、奴隷貿易が民族の細分化をもたらし、その結果インフラや警察といった公共財の提供が不十分になり経済発展が妨げられたという研究は実際に存在します。奴隷貿易がアフリカにもたらした影響についてはまた近いうちに改めて取り上げるつもりですので、チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録してお待ちください。アフリカの汚職問題を考える上で、紛争によって弱体化したガバナンス、つまり国家の統治能力が要因の一つであることも見逃せません。特に1989年の冷戦終結はアフリカ諸国への影響が大きかったと言われています。この時期に世界情勢が大きく変わり、西側諸国、特にアメリカやヨーロッパはアフリカ支援の方針を見直しました。それまで独裁的な体制を支えるために行われていた支援は打ち切り、民主化を進めることを条件に新しい支援を行うようになったのです。当時多くのアフリカ諸国では経済が深刻な危機に直面しており、自国だけでは問題を解決できず他国からの支援に依存せざるを得ない状況でした。そのため西側諸国の支援の条件に従う形で多くの国が複数政党制を導入します。異なる政党が競い合う政治体制が次々と採用され、民主化の波がアフリカ全体に広がっていきました。一見するとこれはアフリカに新しい民主主義の時代が到来したかのように思いましたが、実際にはいくつもの課題がありました。冷戦後の民主化は急速に進められ、十分な準備が整わないまま新しい体制が導入されました。その結果、それまでは力で抑え込まれていた反体制派が一斉に台頭し、多くの国で政情が不安定化します。一部の国では内戦が勃発し、政府の統治能力がさらに弱体化、混乱が続く中政府は国民の信頼を失い、国家の運営能力が低下するという悪循環に陥りました。国家運営の基盤が脆弱なままでは、国家財政や国際社会からの支援を効果的に活用することができません。結果として資金は権力者たちの間で分配され、個人の利益のために使われるようになります。このような状況が汚職を当たり前のものとして根付かせる大きな要因になっています。その象徴的な例が2011年に独立した南スーダンです。南スーダンは世界で最も新しい独立国として注目されましたが、独立からわずか2年後、大統領派と副大統領派の対立が激化し、内戦が発生しました。この内戦によって国家の運営システムはさらに崩壊し、政府は国民の生活を支えるどころか、国家の資源が権力者によって私的に利用されるようになります。この結果、
国全体の発展が一層妨げられる状況に陥ったのです。南スーダンの現状はトランスペアレンシーインターナショナルが発表する汚職認識指数にも現れています。南スーダンは2023年にワースト2、つまり世界で2番目に汚職が深刻な状態であると評価されています。このデータからも南スーダンの統治機能がいかに失われているかが明らかです。ここまで歴史的な背景や紛争によるガバナンスの弱体化を中心に見てきました。しかし汚職が広がる理由はそれだけではありません。アフリカの多くの地域で見られる経済的な要因も影響を与えています。多くのアフリカ諸国では国民の生活水準が低く、貧困が深刻な問題になっています。一部の地域では日々の食事すら確保するのが難しい状況があります。こうした状況では生きるための手段として汚職が受け入れられてしまうことがあるのです。また公務員や警察官といった公共部門の職員も十分な給料を得ていない場合が多いです。低賃金の中で生活を維持するため賄賂を受け取ることが必要悪として行われているケースも少なくありません。例えば交通違反を理由に警察官が賄賂を要求する場面や、役所で手続きの迅速化を求められる際に金銭が必要になる状況が日常的に発生しています。公務員や警察官は通常であれば法律に基づき公平な職務を遂行することが求められます。しかし低賃金であるため通常の業務から得られる正当な利益が小さいです。そのため汚職による即座に得られる利益の方が大きな魅力を持ってしまいます。またこうした行為が見過ごれこうした行為が見過ごされやすい環境では賄賂を要求するリスクよりもメリットの方が大きくなることも汚職が広がっている要因です。汚職を防止する法律や組織が存在していないわけではありません。多くのアフリカ諸国では汚職防止のための制度が整えられています。しかしそれらが十分に機能していないのが現実です。このような状況では国民の間にどうせ取り締まりはされないという認識が広がり、汚職がさらに蔓延していきます。ここまでアフリカにおける汚職の現状とその背景を見てきました。しかしアフリカは54カ国もある広大で多様な地域です。当然ながら全ての国が同じ状況にあるわけではありません。中には汚職が少ない国や汚職撲滅に向けて積極的に取り組んでいる国もあります。その具体的な事例をいくつか見ていきましょう。その前にお知らせを挟ませてください。私原カンタは世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身がアフリカでの活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ概要欄のリンクや動画下のショップからお買い求めください。全国各地で社会問題に向き合うために必要な姿勢についての講演会を行っています。国際協力や社会貢献をテーマに原カンタの講演会にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。アフリカ全体では汚職が深刻な課題とされる一方で、汚職が少ない国々も存在します。2023年のトランスペアレンシーインターナショナルのデータによると、セーシェルは世界全体で20位、カーボベルデは30位、ボツワナは39位、ルワンダは49位という高い順位に位置しています。これらの国々では比較的透明性の高い統治が実現されており、汚職を防止するための取り組みも行われています。例えばルワンダでは政府が電子システムを活用して行政手続きの透明化を進めており、公務員による賄賂のリスクを減らしています。ちょっと話が横道にそれますが、例えばルワンダと日本それぞれの国内で2024年までにデジタル化される予定の行政サービスの数を比較すると、日本では20という状況であるのに対してルワンダでは1519も予定されています。行政のデジタル化の度合いで考えると日本よりもルワンダの方が先を進んでいると言えるかもしれません。汚職が蔓延している国々でも近年では汚職撲滅を目指す動きが広がりつつあります。例えばケニアでは新型コロナ対策に関連する公金の不正疑惑が発覚し、市民たちがアレストコビットシーブスというスローガンを掲げ抗議デモを行いました。かつてならこうした動きは治安当局によって弾圧されて終わることが多かったでしょう。しかし近年の SNS の普及により市民の声がこれまで以上に広まりやすくなっています。市民のこうした抗議を受けてケニア政府も関係者の停職処分や捜査の迅速化に踏み切るなど具体的な対応を見せています。またアフリカ全体で経済発展が進む中、特に都市部では高等教育を受けた若い中間層が増えています。彼らは言論の自由や民主主義の重要性を理解し、 SNS を活用して積極的に意見を発信しています。このような若者たちの声は汚職撲滅を目指す動きにおいて政府に圧力をかける重要な役割を果たしているのです。
アフリカの多くの国々で汚職に対する市民の意識が高まり、それに応じて政府も変化を迫られている一方で、過去数百年の歴史を通じて培われた汚職の温床はそう簡単に解決する問題ではありません。前半と後半の2回にわたってアフリカの汚職について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。ニッチなテーマだったので皆さんがどれぐらい興味を持ってくれたか分かりませんが、ぜひコメント欄で感想を聞かせてください。アフリカや国際協力についてもっと深く学んでみませんか。私が運営するオンラインサロンシナジーでは、原カンタの動画を見た後、メンバー同士で感想や意見をシェアする勉強会を開催しています。少しでも興味のある方、まずは軽い気持ちでの入会も歓迎しています。ぜひ概要欄のリンクからホームページご覧になってみてください。原カンタのチャンネルでは、他のチャンネルでは知ることが難しい世界の問題を分かりやすく解説しています。これからも皆さんが世界に目を向けるきっかけになる動画をお届けしていきますので、チャンネル登録まだお勧めでない方、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画少しでも勉強になった方、最後にポチッと一押し、高評価ボタンも押していただけますと幸いです。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。